はい、今からですね、Amazon で買ったこの安いカンナで、杉板の面取りをしていこうと思います。で、今回使うこの杉板なんですけど、今このね、年輪がこういう風に入ってるんですけど、見えるかな、ちょっと見えづらいね。年輪が今こういう風に入ってて、木の中心が、ここら辺なんですけど、こっちがね、木表、木裏って言うんですけど、木表を、こっち の見える方に打ち付けていきますので、こっちの木表の方の面取りだけしていこうと思います。で、これが木表なんだけど、本当はね、下から上に向かってかけていくわけ、なんでかって言ったら、今このほら枝があるじゃん、節が、これがこう向いてるよ、だからこちらからやった方が、木も傷めないし、カンナも傷めない、っていう感じが。だからこっちをかけた後に、このこっちをかけようと思ったら、こうひっくり返すじゃん、たら今度はこっちからじゃなくて、こっちからになる、わかる、同じ方向からしていくってことなの。これが木の下、木上、だこれが木のてっぺん、で、この芽がこう向いてるよ、枝がこう伸びてるわけ、枝が伸びてて、で、それに対して下から上にこうカンナをかけるわけよ、カンナをかけるよ、で、反対をかけようとしたときは、これを回すわけじゃん、回すから、こっちが上、こっちが下になるから、こっちが上に反対をかけるときは、わかるよ、言ってることは分かる、けど、できるかどうかは分からない、そうで、もう角をこういう風に通すだけ。え、そんなサラッとでいいの？うん、これを何度か、なんかこんな感じだと。もうちょっと刃を出そうかな。あんまりちょっと好き。こんな感じで。結構大きくていいよ。面取りだから、斜め45度ですね。っていう感じ。じゃ今からうちの嫁さんがカンナ崖を初挑戦します。どうぞ。そんなんでいいの？うん、いいよいいよ。全然。そのさ、一回さーって通した方がいい、それともさーさーって、3回ぐらい擦って次に、どっちでもいいよ、本当はさーって通した方がいいんだろうけど、どうせ DIY ですよ。なんかさ、あんたのよりさ、細かいよね。力の入れ方がちょっと違うかな。あ、角度がほら、角度が45度になってな、これに対して45度だからもうこんな感じ、今度はこうまっすぐしないといけないね。そう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 、あー、これでこうね、そう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 、で、持つところももうちょっと上かな、ここら辺じゃないと力がさ、ここで削るわけじゃん、なのに逃げるんだよね。あー、いい感じかも、いい感じ、かな、なんか、45度になってる、すごい形の大きい。だってすごい横にもなってない。あんま出てるからやりにくいでしょ。
やりにくいのかやり方が下手なのかどっちかわからない。今やって。やりやすくなる。さっきより。ああ。ね。うん。でこれで両方カンナをかけたときにさ、時が来たらほらこんな感じでログハウスみたいになるわけ。ここの面がさ。ここか。でここの土台の下の方に合わせてと、今こんな感じで合わせて、ここに印。印をして、ここに印をして、ここを切ります。こんな感じで切ってきました。でこれを入れるとコツンとこんな感じですね。で杉板を今から貼るんですけど、杉板のですね、あの1枚目のスタートの炭を打っていこうと思います。まあ、本当はあのレーザーでね、出せばまあいいんでしょうけど、レーザーもないので、まあ、土台がね、あの水平になってるっていう前提で、土台に炭を打っていこうと思います。はい、今回の杉板は今このですね、スリムビスを使って止めていこうと思います。今からこの杉板を2人で打ち付けていくわけなんだけど、カミカミだね。なんだったけど。はい、今から2人でこの板をじゃあ、打ち付けていきます。はい、で、俺は切る係。うん、で、嫁さんが貼る係ね。で、今この順番でもうこのまま張り上がっていきます。はい、で今この 2m のが真ん中に来てるから、次はこの隅から両サイドに、うん、でその次は 2m のが来るんだけど、 2m はここのこの隅からこっちに合わせてね、うん、この隅を合わせてこっちに、で真ん中からはここから両サイドだから、どっちかを合わせてくれれば。はい、ただいまの時刻12時52分、ちょっと休憩です。でもその時間なんだ。うん低くない？うん、低い。
はい、先日のですね、板張りがちょっと上の方が、あの材料がここちょっと足りなくて、7枚ぐらいだったかな、ちょっと足りなくて、あの買ってきましたので残りの作業をします。でですね、あの一番最初の動画で、あの無塗装で行く予定だったんですけど、やっぱり塗った方がかっこいいかなということで、いざね、貼ってみたらやっぱりね、なんかちょっと物足りない感があるっていうか、まあ塗った方がね、締まりが出るかなっていうことで、あの塗ろうかなっていうことになりました、はい、で塗装はまた次回ということで、作業の方を進めていきます。はい、頑張りましょう、はい、今回は切る材料が少ないので、この丸ノコでですね、充電丸ノコとあと直角定規を使って切っていきます。ぐらい汚いねって言えばいいかな、ちょっと刃を多めに出そうかな、うん、アジってどうなんだろうね、木でしたら全然なのかな、ちょっと木の香りがする。ああ、そうなの、それってどうなんだろうね、味が変わっちゃうよね。めっちゃここすくうよね、穴をつけるかもしれないんだけど、2ミリ系、1ミリ見た感じ、1ミリ、うん、1ミリ取るわ、これだけ、そうやん、うん、急遽、はい、今板をですね、1枚留めようとしたら、あのやっぱり会社が違うのか、ちょっと寸法が違うのか、あのプレーナーかけてない分なのかちょっと分かんないけど、1ミリ、うん、ちょっと長かったね、うん、長かったちょっと幅がちょっと1ミリ、こっちの幅がですね1ミリちょっと長くて、今からこの脇定規を使ってですね、横1ミリ湧いていきます。ちょっと細かい作業だけどね。で、こうやって丸ノコに交差して、こんな感じで刺してビーンと沸いていきます。はい、あの杉のノジ板で作った板壁が完成しました。結構いい感じに仕上がったね。うん、仕上がった。はい。はい、で、ちょっとね、あの見ていこうと思います。どうぞ。まずですね、全体像はこんな感じになります。上の方の2枚が別のホームセンターで買って、まあ、ちょっと色が違うんですけど、全体的にですね、ちょっと赤みの多い壁になりました。こう今、外雨でライトをちょっとつけてるんですけど、まあ、その関係でビスの頭がですね、ちょっと光ってて、まあ、ちょっと目立つかなって感じなんですけど、目立つよね。
まあ、これは塗装編でね、頭の方をちょっと黒くあのタッチアップみたいな感じであの塗って目立たなくしてから、まあ、塗装の方していこうと思います。で今回あのこの杉板なんですけど、今真ん中にねあのこっちの層長を出してセンターを出してですね、そこから1メーターずつ振ってあの板を留めていきました。で今あの目地がこことこことここに1メーター越しに来るような感じであの留めていってですね、交互にそれを貼っていって、まあ、結構いい感じになったんじゃないかなと思います。でも杉板のちょっと厚みがですね、まあ、まばらっていうのと、あと棚を解体した材料をまばしらとして下地に使ったわけなんですけど、まあ、そのねあの通媒材がこうねじれて曲がったりしてて、それを直しながらですねあの下地に使ったんですけど、その関係でちょっとこの出たりへこんだりが多少ありますね。であとあの野地板のこの、やっぱり癖があって、でそれによってですね多少ちょっとすいたりしてるんですけど、まあ、そこら辺もご愛嬌かなと、まあ、DIY のいいところだね。うん、そうだね。まあ、電気ガンナとかね、電気ガンナじゃないな、自動ガンナとか、一旦こっちの両サイドをねパーってこう揃えるような機械があれば綺麗にいくんだけど、うん、でも手作り感があっていいんじゃない。そう、まあ、これもまた今から、うん、あの塗装をするわけなんだけど、うん、塗装すればまた味が出てくるんじゃないかなと思います。はい、はい、とりあえず壁ができてですね、まあ、非常に良かったなと思います。で今回 の、 あの DIY でノジ板を7足買ったのかな、7足買って、あとビスをですね1箱買って全部で6000円いくかいかないかぐらい で、うん、あのできました。であの下地の方はあの解体した棚をですねあのそのまま流用して使ったので、まあただということで、うん、まあ、安くできたかなと思います。でここで、ね、あの次 DIY とかそういう紹介なんかをするときは、まあ、使っていこうかなと思ってるわけなんですけど、まあ、今この状態ではちょっと寂しいので、もうちょっとね棚をきれいにして、あの棚をつけたり、まあ、向こうのきれいにするのは向こうの棚で、あの小物を収納できるのをちょっと買ってるから、ちょっとアメリカンのやつをね買ってるから、それをつけていったりとかしてね、ちょっとかっこよくしていこうと思います。それでは今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。なんでずっと下見てんの、誰かいる。いないよ。